こんにちは、ドクター熱血です。さあ今回は白いちごの紹介していきます。面白い。そう、今回からあれですね、喋るようになりましたね。ロングタップでこのキャラクターを開いた時に、白いちご、これもうレベル100で、キャラ強化も 100% の状態です。体力665、攻撃384、防御267、会心210、霊圧386、必殺技は月牙転生。高密度の霊圧を巨大な斬撃として飛ばし、当たった敵全員に絶大ダメージを与える。ソウル特性は強攻撃クールタイム短縮 12% ということで、ちょっと待って、表が出てきてない。はい、技属性こちら増えましたね。全部で 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 キャラ技属性、このホワイトデーも入れて17キャラいまして、こちらは攻撃力相当しております。攻撃力順に並べております。その中で白いちごは 1,2,3,4,5,6,7 番目。まあ剣道のシンパじゃない、剣道の剣パチ、まあ略してシンパチが、ダントツぶっちぎりで高いですね。攻撃力がね、478とぶっ飛んでいて、で、過去夜位置も高くて、まあ正直、まあ最近出たキャラが高いっていうね、いう感じになっていると。大体もう本当そうだよね。剣道、過去ホワイト、クリスマス、テッサイが、メダル交換ですけどね。で、正月、白夜で、白いちご。他の特徴として、体力もあれだね。剣八、ズバ抜けてるね。で、ステータスだけで言うと、本当剣八すげえな。白いちごは、665は、下から数えた方が早い。いや、んなことないな。真ん中ぐらいですね。で、267、防御267は、そこそこ高めなのかな。で、開始210。レア戦、このね、普通技属性の中で、どれも真ん中ぐらい。もうこの攻撃力順でも大体真ん中だし、もう全部平均値ぐらいですね、正直なところ。出た頃は強かったんですけどね。はい。虫眼鏡。白いちご。イチゴの精神世界にいる内なるフォロー。イチゴが挽回を習得したタイミングで同じく挽回を習得しており、その強さはイチゴをも忍ぶということです。まあ今のマザー属性の中では本当中間出た当初は強いっていう感じでしたね。まあまあどんなゲームでもね、後半どんどんみんな強くなっちゃうのはしゃあない話ですね。さて、どうしようかな。ここだと1対1になっちゃうからな。ここの敵がどんな敵か全く覚えてないんだけど、白いちごの紹介でございます。このあれですよね、データロード中までは変わんなくて、次のなんだっけ、音楽を展開中みたいな、サウンドメモリーに展開してますが、すごい速くなりましたよね。面白い。
ちょっとさすがになんかつけてくれよかったかな。はい、じゃあ通常技の紹介。1、2、3、4、いちごは最後横殴りなんだけど、これは縦ですね。で競技1、いちごと一緒。競技2、月。しかも月も短いな、リーチ改めて見ると。競技3、これもイチゴと一緒。挽回イチゴと違うのは強攻撃2ぐらいですかね。これただの、いや単発なんだ。そのーガード崩しっていう意味では挽回イチゴの方が使いやすいんかな。めんどくさい、これはめんどくさい。ちょっと待った、これめんどくさいな。違う違う、できてない。違う、キャラクターが違う。あのバレンタイン、違う、またバレンタインだ。ホワイトデーのボリューム2のあのキャラクターおよびソウル特性が見れるようになりましたね。攻略のところからソウル特性を見ると、あのまだガチャで表示されてないキャラも見れるんですよ。で、ホストみたいなアイゼンと、銀とグリムジョー、それぞれ今見れるようになっております。ホストアイゼンはクールタイム短縮 12% でしたね。さあ必殺技をいきますよ。俺さ、ここのステージだと俺ここに追い込むんだよね。こうやって、なんでかっていうと、ここでね、こっからゲッツがやるとさ、あ、もしかしてガードされる、あ、大丈夫、あー入んなかった。あのここに、ここに相手が入るとすごい多段ヒットしてくれるんだよね。見せられるかな、来ないかな。ミランダだとさ、ビューンって飛んでくるから楽なんだけどね。あいだあいだ、ダメだ、やろう、うまく見せられなかった。まああの技属性の中で使いやすいキャラではあると思いますけどね。まあ僕がイチゴをよく使ってるから、まあ、慣れ親しんでるっていうのもあるのかもしれないけど。はい、技属性の中で、まあ、現時点ではどれも中間値というとこなんですが、非常にオーソドックスなキャラで、必殺技のゲツガが、画面端密着状態であれば、
かなり多段ヒットするんで、必殺技のダメージだけでいうとかなりまだ強い部類になるんじゃないでしょうか。全体攻撃じゃないんで、共闘とかだとまだちょっとっていうところだけれども、そうだな、他のキャラは全体攻撃が今多くなってるんで、単体にダメージを与えるっていう意味ではまだまだ使えるキャラだと思います。なんだっけ、今やってるチャレンジクエスト、チャレンジクエストだったっけか、の時頃の地属性で僕白いちご使って画面端で月が ぶち当てるとかもやりましたからね。まあ、結局スタイルとしてはやけどとか毒でダメージを削った方がいいという風な話になりましたけれども、でもまあそれを知らなかった時はこの月牙は非常に有効でした。まだまだ使えるキャラの一人じゃないでしょうか、白いちご、おすすめキャラの一人でございます。以上ドクターネックスでした。お疲れ様でした。